浜通り。浜通りは、福島県の東部にあたり、西に、阿武熊高地と東に、太平洋に挟まれた、太平洋側沿岸の地域である。福島県は二つの山地、阿武熊高地と大武山脈によって三地域に区分されており、東から順に浜通り、中通り、会津となる。古代には、当時の日本の中心地だった機内から、道の区国に通じる道として、 街道が当地を貫き、これが律令制以後に東海道と呼ばれた。街道がその道沿いにある地方名としても用いられたのに対し、東海道は多賀城までの道の名前としては使われたが、地方名としては、日立国を北限とし、当地は東山道に含まれた。中世には、とりわけ当地のみを指して街道をあるいは、東海道と呼ぶ例も見られる。現在では、 これらの律令時代からの道と似た経路で、東京を支点として、鉄道、常磐線と、幹線道路、国道6号、常磐自動車道が、浜通りを南北を縦断している。なお、中通りとの東西連絡線としては、南は、いわき市の平から鉄道、万越東線と、道路、国道49号、万越自動車道が通り、北は、 相馬市の中村から国道115号が結んでいる。また、夜の森を境にして、南、岩木市領、岩木平半領と、北、相馬市領、中村半領に分ける場合もある。なお、福島県庁による、エリア区分では、南の岩木、岩木市と、北の愛想、相馬市領、岩木市領の内旧奈良派群に分ける場合もある。福島県東部は、母親戦争の結果、 道の区国が分割されて岩木国と命名された。この岩木国には戦国時代に白川祐樹氏が治めた白川郡や伊達氏の家臣渡り氏が治めた宮城県渡り郡の地域も含まれている。多くの原子炉を持つ福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所が建設された,たため、かつては原発銀座とも呼ばれた。東日本大震災。 2011年に誘発された福島第一原子力発電所事故に廃炉手続きが進められている。また、村落型施設として、サッカーのナショナルトレーニングセンターである J ビレッジ、広野町やテレビ番組ザ・鉄腕・ダーシの企画として設けられた足村・波江町がある。浜通りは1876年以前は、 岩崎県という独立した県であり、中通り、1876年以前の福島県や、藍津地方、1876年以前は、若松県とは別の県であった。日本海からの季節風も大雨山脈や阿武熊高地、などに遮られるので、太平洋側気候に属し、冬でも雪は少なく、温暖な気候を呈している。阿武熊高地が西に連なっており、 狭く細長い平野が縦断している。海岸沿いには、松川浦を、はじめ、かつては、井田川浦、初沢浦などの石湖が多く、水運や漁業、生塩業などに用いられたが、多くは近代に入り、干拓で縮小した。浜通り地方の西側を占める阿武熊高地の地形説明はその項目に記す。東側、山地と海岸に挟まれた南北に細長い地域に、 地形の名はついていない。本節ではここを浜通海岸地域、あるいは単に海岸地域と呼んで説明する。北北西南南東の方向に直線的に伸びる双葉断層を西の境界とし、北では宮城県渡り町から南では福島県いわき市の北東部、久野浜の付近までがここでいう海岸地域である。阿武隈山地も海岸線も南北方向に伸びているので、 斜めに走る双葉断層で切り取られる海岸地域の幅は北で広、南に行くほど狭い。南北に細長い三角形である。地域内を詳しく見ると高度200メートル以下の低い丘陵と何段にも分かれるか四断丘、川沿いに広がる中積低地という小地形が多数、それぞれ東西方向に伸びている。浜通り海岸地域の基盤となるのは比較的 新しい新大三期の堆積岩で、古生代、中生代の古い地層を基盤とする阿武熊高地とは対照的である。下肢断球が占める面積の割合は、南の方が多く、断球面の数も南の方が多い。これは、地形の流気速度が南で速く、北では遅いためである。海岸地域は西に接続する阿武熊高地の流気に引きずられて、ゆっくり流気している。 その速度は北部で1年に0.2ミ、mm、リメートル、南部で0.5ミ、mm、リメートルと推定されている。海岸線は砂浜、崖、あるいは崖の前に砂浜が広がる地形となっている。流気に伴い海岸段丘も作られており、海岸侵食が強く、南相馬市や富岡町では年平均0.4メートルほど海岸線が交代している。削られた陸地により、 海側には幅約2 5トルの海食台ができており、これが約7000年前に海面水準が現在のものになった時の海岸線に対応している、考えられる。7000年前の海岸は2 5トル先だったということである。7世紀前半の浜通りには、菊田国造、岩木国造、染は国造、浮北国造などが拡挙していた。 七世紀中央には、高国像、菊田国像、岩木国像の三つが統合されていた過国となり、その南限が、スケ川こと日立市で、北限が、久朝の村と呼ばれた大熊であった。この他国では、スケ川は、道前、道の口、久朝の村は、道後、道の尻とも呼ばれていた。七世紀後半になると、律令制が浸透して、中央集権国家が形成され、 桑ワ南である高国は、日立国に編入され、長津海北は、道の区国に編入された。そして、奈良時代当初の七百十八年には、現在の平方トンネルを境に北側は分離され、現在の関田から渡りまでは、岩木国として分立した。そして、この平方トンネルの崖のすぐ北には、名古ソ関と呼ばれる、菊田館が設置された。しかし、 七百二十年代になると、岩木国は、道の区国に再編入された。十一世紀中期には、五三年の役の結果として、飯野八万宮が混流され、日立平家の岩木氏が、日立府中から飯野大に転入し、平泉藤原氏と隕石関係を持って、勢力を伸ばし、白水阿弥陀堂を建てて浜通り南部、菊田軍、岩前軍、奈良派軍を領土に収めた。 文治五年、1189年の欧州合戦で功績があった千葉常種は、道の区国で得た恩賞を子に分け与えた。その一人が、相馬氏常で、歌軍、行方軍の児童となった。南北朝時代になると、相馬氏は小高を本拠地として、北朝方に着き、岩木氏は、はじめのうち南朝方に着いたが、後に北朝方に着いた。 南北朝時代、室町時代には、街道、仙道、山道、合図という後の浜通り、中通り、合図に対応する地域区分が現れた。街道は、東海道とも呼ばれ、岩崎軍、後の岩前軍、岩木軍、奈良派軍、死ね派軍、行方軍の5軍が該当した。後の福島県内でも歌軍は入らない。北朝の勝利が確定した後も、道の区国では、欧州官令、 欧州丹大や鎌倉久保の対立のせいで上位権力が分裂する時代が続いた。そこで、相馬、岩木を含む海道五軍の重視は、欧永17年、1410年に五軍一揆を結んで相互の協力による紛争解決を訳した。戦国時代になると、相馬市、本拠地、小高中村が、死ね橋を滅ぼし、 シネハ軍を領土に収めて、勢力を拡張し、岩城市、本拠地、飯野平長友白土飯野平と境界を接した。この相馬資料と岩城資料の境界が、熊川の2トル南に位置する夜の森であった。西には、現在の福島県中通り中部を領土とする田村市、本拠地、船引、三春や足名市、本拠地、合図若松、岩瀬、須賀川が、 南には、現在の茨城県北部、本拠地、北千代田美と領土とする武氏が、北には、現在の福島県中通り北部から、山形県南東部、本拠地、忍ぶ、伊達米沢を領土とした伊達氏が、それぞれ勢力を拡大した。伊達氏が、現在の宮城県に、本拠地を移したのは、豊臣政権の政策によるものである、本拠地、米沢岩出山仙台。 この戦国時代において、浜通りは、佐竹、伊達、田村、足名の四勢力の干渉地帯、特に、熊川、富岡は、相馬と岩城を加えた六勢力の干渉地帯となった。そして、相馬資料と伊達資料の境界が、相馬市の本拠地だった中村に近い駒ヶ峰であった。一方、岩城資料と佐竹資料の境界は、律令時代と同じくなこそであった。 豊臣秀吉が関白に任官すると、領土争いを続けていた岩木氏と相馬氏は和睦し、共に足なしの領土を侵攻する伊達政宗には、水戸を本拠地とする佐竹氏と連合軍を形成して、対抗した。一鳥橋の戦いはその時短と言える。その後、田村軍が伊達氏の俗領となったため、岩木氏と相馬氏は、現在の国道二百八十八号を経由して、 田村氏の領内に攻め入るなどした。友軍であった足なし、二階同士の滅亡後、岩木氏は、伊達氏とは牧したが、小田原征伐の直後に、当主、岩木常隆が死去したため佐竹義重の三男、佐田隆が岩木氏の名跡を継いでいる。これは、常隆の母が義重の妹であったことと、豊臣政権の政策によるものという見方が強い。 小田原征伐後の豊富政権下において、伊達氏は、足な領を没収され、岩出山に本拠を移されたが、岩木氏と相馬氏はそのまま治領の統治を認められた。佐竹氏との同盟的立場にも変わりはなかったと言える。1600年の関ヶ原の戦いで、岩木氏と相馬氏は、佐竹義信と共に、西軍よりとみなされ、結果、領主共に徳川家康によって、領土を没収された。 相馬氏は、関ヶ原の後には、相馬三種が、江戸幕府に訴訟を起こし奔走した。徳川家康の直進、本田正信の説得を得たことで、丘陵である浜通り北部へ復帰を果たし、浜通り北部は引き続き相馬氏が治める中村藩の領地となった。浪江の大堀相馬焼や中村城下の相馬駒焼などの陶磁器産業は、この徳川藩政時代に始まったものである。 その一方で、岩木氏は、飯野平から追放され、亀田、由利本城市北部に飛ばされた。これに代わって、浜通り南部には、徳川家康の幼馴染である、鳥居田政が入り、飯野平は、岩城平に改名された。こうして、徳川藩政時代の浜通り南部は、徳川将軍家の友人、普代が治める岩城平藩の領土となり、 内藤氏や安藤氏など藩主は何度か入れ替わったが、最も安定した時期が安藤氏の小生であった。また、江戸時代の藩校として、岩木平城下の資生堂、中村城下の育英館があった。これらが、母親戦争後の岩木中学校岩木高校、岩木平城跡の近くや相馬中学校、相馬高校、中村城跡の近く源流にもなった。 1868年に勃発した母親戦争では、岩木平藩と中村藩は仙台藩などと共に奥越列藩同盟に加わり、薩長軍、明治政府軍に敗れた。この母親戦争の結果、岩木平には明治政府の占領地政府である民政局が設置され、安藤氏の城下町であった岩木平は単なる平に改名された。また、 1869年1月19日に、道の区国は分割され、阿武熊川伊東の地域が岩帰国とされた。1871年8月29日の廃藩地県によって、浜通り南部は平良県、浜通り北部は中村県となり、これら2県は1872年1月9日に合併されて岩全県となった。 1876年4月22日には、渡り軍、伊具軍、勝田軍が、宮城県から、岩全県に入れ替えられた。しかし、1876年8月21日には、渡り、伊具、勝田の3軍は、宮城県に復帰し、岩全県は、福島県1876年以前の県域、中通りや若松県、藍津地方とが合併され、福島県の一部となって、 現在に至っている。20世紀前半、すなわち、食産工業期から高度経済成長期までは、九時川と夜の森の間、7世紀中央の高国の範囲の一帯には、長州伐の久原ふ之助が創業した、常磐丹田の営む炭鉱町が点在した。また、常磐丹田の石炭を東京に輸送する鉄道として、常磐線が付設された。同じく、 夜の森北、江戸時代の中村藩の領土では、森林開発が行われて、森林鉄道も付設され、浪江や原町を発着点として、旧中村藩内の木材も東京に輸送されていた。また、エネルギー源以外での著名な歴史遺産として、1923年9月1日の関東大震災を世界中に報じた原町無線塔が有名である。ところが、 20世紀後半、高度経済成長期になると、常磐丹田と森林鉄道は閉鎖され、浜通りは炭鉱地帯、木材地帯から電源地帯に転換され、原子力発電所や火力発電所が多数建設された。小名浜の臨海工業地域や、区麻古大熊に建設されて2011年に事故を起こした福島第一原発、1967年着工は、 この高度経済成長期に建設された施設である。炭鉱が閉鎖される過程で創作された地域振興策が常磐ハワイアンセンター、現在のスパリゾート、ハワイアンズで創作されたフラガールである。そして、電源地帯に変わった後の浜通りでは、発電所の特例財源を逆手に取った J ビレッジや逆に発電所に頼らない地域づくりである。 ダーシムラなど様々な地域振興の取り組みが実践された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震14時46分小長沖 M915 時15分鹿島沖 M7 では浜通りの大部分の地域で震度6強を観測し沿岸は大津波に襲われ大震動によるインフラや建造物の倒壊も相次いだ。 そして、この地震に誘発された福島第一原発事故は全世界に衝撃を与えた。2018年時点、事故直後に比べて避難地域は縮小しているものの、福島第一原発の事故処理と福島第二原子力発電所の廃炉作業は今後も長く続く見通しである。農水産業や観光への風評被害、震災以前からの傾向であった。 人口減少の加速といった課題が山積している。福島県は新たな浜通り振興策として廃炉関連のほか、廃炉作業にも寄与するロボット、再生可能エネルギー産業の集積を図る福島国際研究産業都市イノベーションコースと構想を埋めている。浜通りの交流圏や歴史的風土は夜の森を境にして異なる。 夜の森という地名の由来は、戦国時代に岩岸と相馬氏が領有権を争って、よ、イコールがの森を主張し、その境界線となったことに由来すると言われている。同様の由来から、富岡には、少量が浜、小ラが浜、大熊には、小ラ浜、小ラは、まという地名も存在する。相馬市料と伊達市料の境は、駒ヶ根城であり、 新地町域は1591年から1868年まで仙台藩主立市の領土であった。浜通りは太平洋と阿武熊高地に挟まれているため、同じ海沿いにあたる常磐線沿いの市町村との交流が多く、夜の森井南は、水戸との夜の森井北は仙台との関係が深い。このため、福島市、県庁所在地や郡山市、 経済の中心地を抱える中通りからは独立した地域圏を形成している。夜の森井南は東北の他の地域よりも日立市や水戸など茨城県北部との関係が深く方言である。岩き弁も水戸弁、茨城県北方ことに近い。同じく夜の森井北は福島県の他の地域よりも渡るや仙台など宮城県南部との関係が深く方言である。 相馬弁も仙台弁に近い。観光宣伝を見ても、茨城県北部の中郷 SA や日立駅などでは、岩木市の物産が販売されている。また、道の駅相馬の駐車場のスピーカーからは、FM 仙台が BGM の代わりに流されている。タウン情報誌でも、タウンマガジン岩木は、東日本大震災、福島第一原発事故の発生前には、 水戸から新地までを取材エリアに収めていた原発事故後は取材エリアは広野井南のみ。t o k o が出演する日本テレビの番組ザ・鉄腕・ダーシは浜通りとの関係が深い。浪江町千島のダーシ村をはじめ岩市四層の双葉鈴木流化石跡も紹介された。また震災前には浜通りの菓子メーカーがダーシ村に出向くことがあった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。